これは確かに不気味ですね。なるほど。過去の使用人たちがいろいろと騒ぎたくなる気持ちもわかるものです。肖像画の魔女をバカにするとたたりがあるか。大怪我をして辞めた使用人もいるらしいし、怪我は勘弁だな。俺もこの年だ。二度とこんな厚遇の職場には恵まれねえだろうよ。ああ、肖像画の魔女様、真面目に働きますんで、一つ穏便に頼みます。何ですか？これは。この世に怪奇現象なんて存在しませんとも。ええ、そんな魔女も魔法もそんなもの存在するわけがない。すべての現象は科学的に説明できるんです。お化けも魔女もいてたまるもんですか。何が魔女だ、何が魔法だ、たたりだ。空、正体を見せてみろ。空、
そりゃ当然です。中に何もいるわけがない。魔女なんかいるもんか、信じるもんか。がっかり。これほどの美味しいお料理を作れる人がこんな小物なんて本当にがっかり。あんたいらないなら私がもらうわ。いただき。ちょっと、ダメだってば。私がもらうんだから。やんちゃなお嬢さんたちだこと。あの子のお友達かしら。何こいつ、ババアのくせに。何かの間違いよ。
度。こいつ、どうして私たちを防げるの？どいて！もう一度よ！何度やっても無駄だ。この誤人、できる。私はあの子を待っているのです。どうか呼んできてはくれませんか？そのようなデッチ暴行、私たちがすると思う？その必要はない。ベアトリーチェ様！私が権限するほどでございます。必ずやお目覚めと思いました。ロノウェ、久しぶりですね。本当に久しぶりです。こいつ、ロノウェ様を呼びつけに。そしてあなたもお久しぶりですね、ベアトリーチェ。こいつ、ベアトリーチェ様までも呼びつけに。よい、そのお方をどなたと心得るか。ベアトリーチェとは、そもそもそのお方の名。わらわはそれを受け継いだに過ぎぬ。そのお方こそは、わらわの師匠、先代ベアトリーチェ教だ。先代ベアトリーチェ教？これはこれは、お師匠様、再びお会いできる日が訪れるとは夢にも思いませんでした。ええ、私もですよ。夜も終わった。眠りを妨げられるとは夢にも思いませんでした。まったく厄介なところでお目覚めになられ、いつもの通りお休みであられたなら、第一の晩を何も手こずることなく終えられるのに。むしろ歓迎すべきですから。少々退屈しておりましたところで。相変わらず悪趣味な遊びで、罪もない人々をもてあそんでいるようですね。無限の魔女の力は、決して人に迷惑をかけることに使ってはならないと何度も教えたはずですよ。そう言うなよ、お師匠様。退屈は私たちの天敵じゃありませんか。それから逃れるためのちょっとしたスパイスに過ぎませんよ。侵食が進めば進むほどに、わらわの力は強くなり、わらわの眷属は呼び出しやすくなる。しかし、それは同時にお師匠様の封印を解くことにもつながったとはな。それを予見していたからこそ、私はこうしてあなたのすぐ近くで眠りについたのですよ。願わくば二度と起こされぬことを夢見ながら、こうしてあなたと再会してしまったのは、私にとってはとても悲しいことです。相変わらずお師匠様は食えないなロノウェ、家具の子たちを下げなさい。家具は主に仕えるだけです。すべての罪は主が背負います。かしこまりました、マダム・ベアトリーチェ。その名はもう、その子に譲りました。さあ、
下がりなさい、家具の娘たち。私は一度聞かぬとしても二度言います。しかし三度目は口にしませんよ。下がりなさい。煉獄の七姉妹、巻き添いになれば塵と化しますよ。下がれみんな。王様、久しぶりの再会にはどんなお茶のご用意が良いかな。そうですね、ほうき星の訪れよりも久しい再会です。もてなしてもらいましょうか。粗相があるようならば我が名と無限の魔女の称号返してもらいますよ。無限の魔女にも免許更新制度があったとはな。仰せのままに。お師匠様、あなたの弟子がどれほど立派になったか、そしてとっくの昔にどれほどあなたを凌駕したか、とくとご覧に入れましょう。さあいらっしゃい、ベアトリーチェ。あなたにその名を譲ったことが私の生涯でただ一度の後悔です。その過ちを今自らの手で修正しましょう。そりゃ違うぜ、お師匠様。わらわのただ一度の過ちはこの程度の力を学ぶのにあんたに弟子入りしちまったことだぜ。なあ、何が無限の魔女だ。こんなの気づくだけの力じゃねえかよ。それをもったいぶって偉そうによ。お前の出番はとっくに終わってんだよ、お師匠様よ。もう、わけがわからねえ。一体、目の前で何が起こってんだ。かわいそう。私の弟子が迷惑をかけていますね。謝ります。あんた、何者なんだ。熊沢のばあちゃんが、どうしてこんな姉ちゃんに化けるんだ。つうか、あんた誰だよ。わけがわからねえ。これは何の特撮なんだ。俺は頭がどうにかなっちまいそうだ。私はあの子の魔女の師匠です。かつての名はベアトリーチェ。あの子が私を継ぐときにその名を送ったため、今は名を持ちません。あんたがすでに言い切っちまってるが、俺はあんたの弟子のせいで大いに迷惑しているぜ。頼むから責任取って何とかしてくれ。じゃなくて、俺はこんなの信じねえぞ。魔女も魔法もあるもんか。こんなめちゃくちゃバトル俺は認めねえぞ。腐ったな、俺は何を信じりゃいいんだ。あなたらしい、とても短気なもてなしですね。さすがお師匠様、この程度じゃ
バカバカしくてまぶたを開く気にもならないらしい。島ごとぶっ壊す気でなきゃ無理らしいぜ。さあさあおいでなさい、双剣の戦闘。化ければ買わせるとか思うなよ。双子島の弾幕密度じゃあんた虫ピンの昆虫標本どころかめった刺しの針刺し人形だぜ。それであなたの手番は終了ですか。それが遺言かよ。ぶっぱなせ。さあさあおいでなさい、墜落せし東よ。一なる言語をはぜ、その罪を知らしめよ。いちいちやることがでけえや。私の手番は終わりませんよ。さあさあおいでなさい、イバルディの息子たち。我にふさわしき槍を与えたまえ。無用の双子党ですね。自ら左右の退路を断つとは愚かし、一本の槍をもお前は防げない。
こんなところでグングニルが弾けるとは。やっぱりお師匠様はすげえなー。ファゼロ、役立たずの塔、ヒデよ、巨人兵の戦列よ、その盾と胸で神なる槍を防ぎきれ。愚かな神聖への敬いを忘れた魔女の哀れなことです。神の槍を巨人ごときで防げるとお思いですか。道理ですね。人間の金属でいくら武装しようとも神の槍は防げません。マダムの見事なエポレットメイトです。そんな、ベアトリーチェ様。もちろん忘れませんとも、お師匠様。さあさあおいでなさい、ヘパイストスと弟子たち。我にふさわしき盾を与えたまえ。ありえない。真相を防いだ。いいえ、違います。神なる槍が避けたのです。絶対の槍と絶対の盾は争ってはいけないのが神々の掟。それはつまり防いだのと同じことですよね。このような荒事ばかり腕を上げましたね。むしろお師匠様はこういうお遊びが相変わらず苦手なようで。わらわからのお返しだ。法典にのっとり、槍には槍でお返ししましょうぞ。
これでお遊戯の時間はおしまいですよ、ベアトリーチ。このわらわが側面を許しただと。ドベルグの兄弟たち、我に巨人を砕きし天の鉄槌を与えたまえ。巨人兵ども、わらわを守れ。何をしているか、ノロマども。バックランクメイト、安らかに眠りなさい。ちくしょう。楽しかったですよ、ベアトリーチ。
アトリーチェ様。うん、さすが恐ろしいお方です。これで決着です、ベアトリーチェ。無限の魔女の称号と力、そしてベアトリーチェの名を今こそ返してもらいましょう。無限の魔女を語るにはお前は未熟が過ぎます。やめて、許しておくれよ。お嬢様、ちょっとふざけたっただけじゃねえかよ。あなたから我が名を奪います。元の姿に戻してあげましょう。過ぎたる力を手放し、己にふさわしい生を全うするがよいでしょう。さあさあ、思い出してごらんなさい。あなたがどんな姿をしていたのか。さあさあ、目を閉じてごらんなさい。思い出してごらんなさい。あなたがどんな姿をしていたのか。さあベアトリーチェ、あなたも私と一緒に復唱なさい。一緒にお歌を歌いましょう。そうすればすぐに終わりますよ。あなたの苦痛が少しでも早く終わります。そうだな、お嬢様と一緒にお歌を歌うなんてどれくらいぶりかな。さあ一緒に、さあさあ思い出してごらんなさい。あなたがどんな姿をしていたのか。さあさあ思い出してごらんなさい。あなたがどんな姿をしていたのか。大丈夫ですよ、お嬢様。あなたは私の弟子であることを失いますが、私の仕えるお嬢様であることに変わりはありません。そうしたらまた一緒にご本を読んで差し上げましょう。リンゴのパイを焼いて差し上げましょう。昔のように、さあさあ思い出してごらんなさい。思い出してごらんなさい。そろそろ思い出せてきたかな。なあ、お嬢様。あんたの後ろにあるそれ、思い出したかな。何ですか？これは。さあさあ思い出してごらんなさい。あなたがどんな姿をしていたのか。違うか。さあさあ思い出してごらんなさい。あなたがどうやって殺されたのか。
これはいつの間に。最初に呼んだのは双剣の塔ではない、四つ子の塔だったのよ。お師匠様の左右遥かに潜んだ隠し塔が描くセブンスランクルークの死の境界線をお師匠様はのこのこと踏み越えてきてくれた。チェックの発生が遅れてしまったことだけはマナー違反、率直に謝ろうぞ。楽しかったぞ、お師匠様。また遊びたくなったらいつでも蘇らせてやるよ。それで適当に遊んだら死体だったことをまた思い出させてやるからさ。なあ、ちゃんとあんたの言いつけは守ってるぜ。おもちゃは遊び終わったらちゃんとおもちゃ箱にしまいましょうってな。楽勝でございますかな。愚かな心象だ。四つ子塔で騙せてなかったら死んでおったのはわらわの方よ。さすがはお師匠様だが、これで胸が晴れるというもの。わらわは今こそお師匠様を完全に超えたとな。ロノウェ、お師匠様の亡骸をもう少しマシにしておけ。わらわもそこまで敬意を失ってはおらぬでな。かしこまりました。今宵の第一の晩は少々派手に暴れすぎました。少しは片付けも必要でしょう。すぐに取り掛かります。ヤギたちよ、お片付けの時間ですよ。この度は6人の遺体をどのようにいたしますか。また密室形式に。わらわは今それを考える気分になり、どの上に任す。バトラーを悩ませるようなとびっきりの密室を頼むぞ。かしこまりました。それではとびきりの。バトラはどこだ。バトラー、わらわの大活躍見た。くしょー、今のめちゃくちゃな魔法の嵐を見せつけられて俺は何を否定すればいいんだ。魔女はいるも何もあんなドッカンドッカン凄まじいファンタジーを見せつけられて今の俺は何を否定すりゃいいんだよ。もうわかんねえ。前回もそうだが、このイカス的なマジカルバトルをどう否定すりゃいいんだよ。
だよな。こんなの見ちまったらもう言い逃れはできねえもんな。さあバトラー、とんでも推理を聞かせてくれよ。お嬢様、笑いに品がございませんよ。おお、これはすまぬ。しかしわらわの責任ではないぞ。何しろバトラーにキューッと両目を固く閉じてキリキリギリギリ歯ぎしりする、なんとも悔しそうなその表情を見せられると、自然とわらわの口からこぼれてしまうものでな。さあバトラー様、くじけずにテーブルへお戻りを。お嬢様はバトラー様の反撃を期待されておりますよ。ふざけるな。何をどう反論すりゃいいってんだ。まず、あの塔が地面から生えてきたあたりからもうめちゃくちゃだろうが、実は六軒島の地下に合体変形巨大ロボの秘密研究所でもあって、ボタン一つでおかしな塔が生えてくるってのか。なあ、それならあのでけえ巨人どもはきっとロボットだぜ。あるいは悪の秘密結社のメカ怪獣かもな。わけわかんねえよ。俺に話しかけるんじゃねえ。ほら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 、泣くなよ。魔法でドッカンドッカン。そなたが望むなら月だって砕くし、彗星を雨のようにだって降らすさ。お前好みのムチムチ姉ちゃんで島を埋め尽くしてやってもいいんだぜ。さあさあ、ほらほらほら、わらわの手番は終わったぜ。受け手を刺せよ、反撃しろよ。できねえだろ。できねえのは船長も承知よ。お前こういうのダメだもんな。こういうファンタジー本当は大好きなんだもんな。知ってんだよ、今時こんなの巷にいくらでも溢れてるじゃねえか。漫画に小説、アニメに映画、10代くらいのガキンチョたちがおかしな特殊能力いっぱい持ってて世界の命運かけてドッカンバッカンやるやつ、お前も大好きだもんな。知ってんだよ、隠すなよ、大好きじゃねえかよ。そのお前の大好きなやつがちょいと目の前で披露されただけじゃねえかよ。どうして漫画やアニメのそれは信じてくれるのに、わらわのだけ信じてくれねえんだよ。信じろよ信じろよ、信じちまえよ。反論なんかできねえさ、こうして見せられちまったんだからな。ほら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 、返事をしろよ。思考はいらねえ、素直にごめんなさいベアトリーチェ様って、いやいいんだよ。ほらほら言ってみろ、ごめんなさいベアトリーチェ様って言ってみろよ。言えよ言えよ、恥ずかしげるなよ。